魔女めぐみの小話メイクやってくぞい。画像とアフレコの内容が全く違うっていうやつです。両方お楽しみください。私高校生の頃、何万年か前なんですけども、その頃ね、高校に通うのにめっちゃめんどくせえなと思って、友達となんか今日学校行くのめんどいよね、通学無理みたいなこと言ってたのね。で、とりあえず朝コンビニに行って喋ってたの。そしたら朝の出勤途中のなんかコンビニで朝ごはんを買いますみたいな気の弱そうな男の人とかの車が止まったりするでしょ。その車の後部座席に勝手に乗り込むっていうことをやってました。朝ね、急いでエンジンつけたまま買い物を行くんだよね、コンビニにね。その隙に鍵開いてっから、私と友達が後ろの座席に乗ってんですよ。で、戻ってきたらその気の弱そうな男は二度見するわけですね。女子高生が乗っていると、これ俺の車だよなと、で言われるわけですよ。あ、どうしたんですかって。それはどうしたんですかだよね。で、私らは言うわけですよ。高校まで送ってってくださいって。ずうずうしい極まりねえんだけど、送ってってくれんのよ。結構送ってってくれんのよ。ほんと優しい福島って。化粧で言いやがった、これ。加工してる、加工。やばいね。うわ。